毎日6月6日にフジテレビ系列で放送された、時をかける。に女優の篠原涼子が出演し、自身の好物をランキング形式で紹介していった。その中で、篠原が一番の好物として紹介した料理をめぐって視聴者の間で物議を醸す事態が起こった。エトが好きな料理を発表していく番組恒例の大好物ベスト10って、豚骨ラーメン、たらこイカスパゲティ、とんかつなど、比較的家庭的な料理を好きな料理として紹介した篠原は、1位に、納豆チャーハンを挙げた。TOKIO の4人が、聞いたことない、長瀬智也、混ぜるんですか？松岡昌宏、と不思議そうな、顔をする中、篠原は、私が考案した奇跡のメニュー、と納豆チャーハンについて得意げに説明した。そして、スタジオで実際に調理を始め、玉ねぎ、ピーマン、人参、チャーシューを入れてから鶏ガラスープの素で味付けし、ご飯を投入した後で納豆を入れて火を通した。完成後に篠原は、味、薄かったかな、と漏らしたが、食べた時をの4人は、うまい、と絶賛。納豆チャーハンにパクチーを加えてサンチュで巻き、味を変えるのもおすすめだとも付け加えていた。納豆チャーハンは一般的篠原は納豆チャーハンを自身の、オリジナルメニュー、だと称。会したが、それに疑問を抱いた人がおり、ツイッターでは関連した投稿が散見された。篠原涼子が納豆チャーハン食べるなんて、安心した、果てしない親近感を味わっている。私も大好きなメニュー、このように、篠原に親近感を覚えた声があった一方で、納め。豆チャーハンは前からある料理で篠原のオリジナルではないという投稿が多かった。自分が編み出したと言ってるけど納豆チャーハンってマイナーなの。納豆チャーハンなんて昔からあるでしょうよ。家の近くに納豆チャーハン食べれるお店あるんだけど、篠原涼子だから特別扱いされとる。納豆チャーハンって、ありきたりなのにな、絶対嘘だね。なんなら俺の得意料理だ。